はい、リエルでーす。今日は、なんか、名前がいろいろあるやつの種類の説明します。いいっすか？はいよ。いいっすか？いいっすよ。そしたらまず、韓国内のエレガンス。エレガンスね。ああ、エレガンスはエレガンスか。韓国名のラズベリーアイスか。そう、ラズベリーアイス。韓国内のラズベリーアイスっていうのはエレガンスのことですね。これ俺のエレガンス。あ、かわいい。これとこれ一緒です。同じものです。これまた昨日の見てもらったら、あ、昨日のじゃない、その前か。うん、これ同じ育て方でこう違いますからね、うん、これがエレガンス、こっちがラズベリーアイス、本物ね。本物ね。伝わった？説明足らず。で、韓国でエレガンス、あ、ラズベリーアイスって言ったらエレガンスです。このことです。最近だと日本のラズベリーアイスとかいう、あの、韓国の人も言ってくれてるみたいな。言ってくれてるな、うん。ちょっと前はもうこれがラズベリーアイスだったね。そう。ね。で、これはエレガンスね。こう可愛くなります。ラズベリーアイス、本物のラズベリーアイスは肉厚やね。あ、そう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 、うん、うん、もう葉っぱの縁が薄いのがエレガンスよね。そう、でも、ね、うん、これとこれで比べたらダメやな。ああ、これは俺のだから、あの、これ特別やな、うん、そう、これと比べたらもう全然違うね。うん、これが韓国のラズベリーアイス。そう、本当はエレガンスいいね。わかるかな。言ってること分かったかな。うん、伝わった？字幕で出せ。字幕で？本物のラズベリーアイスは肉厚で、何赤って言えばいい？紅葉したら。透き通った赤？もうでも慣れてる人は分かるんだけどな。分かる？まあ、とりあえず今日初心者さん用な。うん、うん、で行こうかね。またコメントいっぱいください。もうね、うん、それで今日は忘れちゃってるのでね、もっといっぱいあるんだけど、今とりあえずハウスで探してきて思い出したのは持ってきたからね、うん、行こうかね。行こうか。はい、次は、はい、星影。これはまたの名をポトシナ。またの名をポトシナです。これがね、一緒です、うん、名前がね、星影とポトシナ、ね、うん、これは一緒、両方ありますね。それにまた過去つけて出てきたのがこちらね、ソンヨン。これをエレガンスポトシナで売ってる人もいます、韓国ね、うん、うん、だエレガンスじゃねえしね。うん、でもこれをエレガンスポトシナで売ってる、多肉屋さん、お花屋さんあるので、それはもう名前間違えてます。ソンヨウンのことですね。そしてまたこれがラウリンゼ、うん、ラウリンゼと一緒じゃないっていう人がいるので、もう何回も韓国に問い合わせしたら、絶対違うということでね、うん、写真までいっぱい送られてきたけどね、うん、うん、っていうことなので、もうしょうがないですね。これ孫ヨウンですね、うん、うん、まあ、とにかく、エレガンスポトシナではない。まあ見てわかるね、エレガンスじゃないね、ね、うん、エレガンスじゃありません、うん、ほんでこっちね、星影と喋ってて何だか分かんなくなってきた。星影、ポトシナ、うん、星影がポトシナと一緒ですね、うん、だこっちも星影で売ってる人もいるよ。どれ、これを、これ、うん、それはもう大きな間違いやね。うん、そうね、うん、これは孫ヨウンね、うん、これも俺のかわいい。いいね、まあ、エレガンスではないってことは分かる、ね、うん、そう、見て分かるね。エレガンスってこういうピラピラやけね。ペナペナやけ。ペナペナ、はあ、そうそう、俺のはムチムチやけどね。、うん、そうそう、ちょっと枯れ葉取ってないけどね、かわいい、うん、
そういう感じですね、うん、もう次行っていいですか。次いいよ。はい、次はいつも言います、ブルーバード、ブルーバードね、これ韓国名だとパランセ、うん、もう一個ぐらいあったね、パラ、あ、パラ、うん、パラとかパランセって言います韓国でね、うんうん、これがブルーバードです、ねうん、これも紅葉するとピンク色になってよくスカート履くっていうね、うんうん、種類ですね。でこいつは葉差しできません、ほとんどできません、うんうん、ほぼ全くできませんどんだけ食べた、うん、これカルス化しちゃうからね、これをする増やすときはチョンパでお願いします、うん、ね、うん、この辺はできるね、葉差しね、葉差し大丈夫、うん、大丈夫ね、うんうん、大丈夫です、そういう感じですね。よし、はい、次こいつ、こいつで騙された人いっぱいいるね、いっぱい、はい、これなんていうんですか、ロッティこれロッティですね、ロッティ、韓国名がほら、ど忘れした、ラウル、あ、ラウルとかピンクラウルとか、ちょっと紅葉してる時はなんかピンクラウルとかで売って高く売ってますけど、これはロッティですね、一緒です、うん、韓国じゃ普通にこれをラウルと言いますね、うんうん、韓国行った人は分かると思いますけどね、うんうん、ちゃんとピンクラウルも聞きました、うん、あ、もうそれも向こうに聞きました、はい、うん、同じもので、うん、そうですね、うん、古いね、古い、うん、古い、あ、紅葉、うん、古い紅葉したのピンクラウルとかね、うん、なんかそういう、これもうあの値段全然違うので、あの初心者さん気をつけてくださいね、うん、冬かわいいからね、うん、まあ、今もかわいいけどね、もう大群生、うん、ね、そう、いい、クリームラウ、あ、ロッティもあるけどあれはちょっとわからんな、あ、本当、うん、まあ、それもじゃあ聞いてください、うん、な、作った人に聞いてみらんとね、うんうん、とにかくこれはロッティとラウルは一緒ね、うん、一緒です、 OK? OK? 勝手に OK だけどね、はい、次はこれがヒソンキン、なんだっけ、パステル、あ、パステル、うん、これパステルって言いますけど韓国はヒソン金って言います。斑入りのことを金と言います。韓国はね。うん。うん、でこれ一緒なので、気をつけてください。うん、ね。分かってるかな？分かってるでしょ。うん、ヒソン金。で何でも斑入りは金がつくからね。うん。俺もそのまま癖で全部自分のは金って書いてますけどね。はい、次、次行きますよ。はい、いいよ、はい、スイレン、スイレン、ちょっと紅葉冷めちゃったね、うん、うん、これスイレン、韓国名はウォーターリリー、韓国名っていうかな、ウォーターリリーはアガボ系もあるね、そう、アガボ系もある、うん、あるね、つるんとした子ね、うん、日本名はスイレン、うん、わかるかな、わかる、あ、あと、あともう一個あった。水量。それなんかおかしくね。水量。うん、うん、そんなこと言ったらいっぱい出てくるぞ。ザラゴーサは試験。まあいいや。ザラ試験。そういうの分かんなくなる。うん、とにかくこれ水蓮ね。うん。水蓮がウォーターリリーね。うん。今あんまり出てないんじゃない、ウォーターリリーで。ちょっとまあ4、5年前はいっぱいあったけどね。うん、そういう感じね。オッケー、オッケー、はい、次、次、はい、バイオレットクイーンね、これ日本名がスミレボタン、うん、スミレボタン、うん、ですね、うん、だけど名前と漢字で覚えてください、これ上にビューって伸びやすいね、うん、うん、スミレボタン、バイオレットクイーン、これが一緒です、一緒です ね、 ね、あと、いっぱいね、まだいっぱいあるんだ、だからコメントでください、その忘れちゃってるからね、ちょっとかなり忘れちゃってる、今緊急で探したんだけどちょっと思い出さないので、そういう感じやね、これとこれって一緒じゃないのって思うのがあったらコメントください、そうね、だけどその適当なこと言えないので、分かんないのはちゃんと調べて、うん、答えますし、
ね、うん、分かるのは言うし、うん、もうあとはもうちょっと、ここじゃちょっと言えんけどね、もう勝手に名前つけて言ってる人ね、何回もいつもちょろちょろ言ってるけどね、それも多いので、もうそういうのあったら、コメントもください。それで、イベント等で行った時は直接もうその販売店も何も全部教えます。ね、いや本当お客さんかわいそうだから、もうドーンって言いたいんだけどね、そのね。あれやからちょっと気使ってこそっと教えますね。だけどイベント遊び来てくださいね、うん、いいですか、はい、そういう感じでいいですか、はい、いいです。本当悪いお店いっぱいあるからね、気をつけてね、初心者さんね、うん、名前買いの人は本当に気をつけてね、うん、かわいそうやもんね、うん、そういう感じでいいですか、はい、いいですよ、はい、じゃあとにかくコメントで、またこの名前とかもう何でもいいわ、コメントいっぱいください、うん、あとあれやね、一文字違うとかちょっと文字が違うっていうのが一緒やね、そう一文字違うとかはもう全然一緒の可能性が高いので、うん、ハングル語を直すのでちょっとずれてるのがあるから、うん、その辺は自分で察してください、うん、な、一文字違うのいっぱいありすぎるわ、うん、な、そうやな、そうや、うん、さっきの水量みたいに、あ、それひどいの水量、うん、うん、そうやな、うん、分かりました。じゃあそういうことで、はい、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。